ですね、それ僕もあの新曲のあれにも貼ってますよ、ピカピカピカって、さあ、もうスタンバイしていただいて、そうなんですね、はい、ありがとうございます。それでは、後藤宏で、新曲のこの部屋でをね、歌わせていただきたいと思います。それではワンコーラス、はい、よろしくお願いいたします。していただきまして、半蔵さんらしいメロディーをね作っていただいたんですけども、また前作の赤とんぼ橋とはまたガラッと変わりまして、今度の曲はちょっとバラード調の曲でございましてね、いろんなお客様にね、いい歌だなって言ってくださる方もいればこの歌は難しい、もう難しいとかね、言っていただく方も見えるんですけども、僕は、まだまだね、この歌でまだ地元中心でね、活動させてもらっているんですけども、これからはこの歌でね、この部屋でとカップリングのありがとうみんなのこのね、2曲でね、県外にもまた、足を運ばせていただいて歌わせていただきたいなと思ってね、噛んでますね、はい、これからも皆様にね、応援していただけるように頑張っていきたいと思いますので、これからもどうぞ応援よろしくお願いします。本当にね、皆様には、デビュー曲のすれ違いからガトンボ橋も本当にたくさんの方に応援いただきまして、ね、今の僕があると思っております。はい、ありがとうございました。それでは前作の赤とんぼ橋のカップリング曲で、半蔵さんのカバー曲心花聴いてください。あ、いいね、ええ加減だもん、ありがとうございます。
プレッシャーでございますけど、本当にね、女性の方に歌っていただいてもいい歌だなと思いますので、またね、後半にも聴かせて、ねもらえることを楽しみにしておりますので、赤とんぼ橋引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。じゃあ、そのね、僕の2曲目、半蔵先生に初めて書いていただきました平成を時代にね、最後に
女性の絡みを引くという切ない歌です。赤とんぼ橋です。昭和の歌をね、ちょうどぴったしの、この秋の季節にぴったしの
昭和最後の秋のこと、はい、え、これ森進一さんの歌でございます。はい、
よね、これでもう4曲目でしたかね。はい、じゃあ3人に、ね、あ、そうやったわ、もう曲、まあ2曲あったねと忘れてました。よう教えていただいて、よう教えていただいて、そうですね、あの今まで僕ちょっと自分の歌はしんみりした歌がどっちかって多いもんでございますから、明るい歌がね、新曲のありがとうみんなはね、ちょっと明るめの曲なんですけども、ありがとうございます。あのダフさんにね配信されるのは、今は入ってないんですけども、残念ながら、来月11月の半ばぐらい、10日過ぎぐらいには入る予定となっておりますので、またね、入りましたらそちらの方もぜひ応援いただけたらなと思います。さあ、続きましてはね、半蔵さんの曲で僕もその皆様にね、掛け声をいただいて、それが聴きたくて、ノリよく歌わせていただきたいなと思いますので、皆様掛け声応援よろしくお願いいたします。それが聴きたくてです。それが聴きたかった、ありがとうございます。かけ声いただきましてバッチシで、ね、途中で僕も
どっちの時ってかわからへんから本当に、気持ちよく歌わせていただきました、半蔵さんのそれが聞きたくてありがとうございました。僕はいなべいなべ、ね、さあそれではですね、最後の曲となったんですけども、本当にね、新曲、先月の末に9月末に、発売させていただきまして、まだまだね大変な時期ではありますけども、これからこの部屋という曲で、頑張っていこうと思いますので、また皆様ね、これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします。それでは最後この部屋でよろしく。Yeah.
CD も1400円の時代ですからね、僕のね200円の1200円なんです。よかったらねまた応援どうぞよろしくお願いいたします。あ、はい、いいところね、うちの営業担当のお二人にちょっとマイクをお渡しします。はい、ご苦労様でございました。ありがとうございました。もうね、その名曲ばっかりでね、もうちょっと本当ですか、これでお前がだいぶ上がりましたね。嬉しいです。はい、